あんた大変やったな。何が？いや、なんか入院してたやろ。大変やったやん。なあ、どういう、あれ、いや、だっ病気。て、普通に仕事だったんや。半導体の。え？違う、ジムラボか。なになになに？ジムラボ。まあ、とりあえず。ちゅうの関係あるね。普通に仕事行って、まあその2週間前胃腸炎になったとこ行ったよ。言ってたな。まあそれは普通に治ったの。6時半ぐらい、なんか右下らへんがもうなんかズキズキしてきて。おう。まあそれでも7時半ぐらいまでは一応仕事、なんていうの、まあ、動いていればなんか、痛み減るかな、あ、なくなるかな。あ、やってたんや。だけど、どんどん悪化して、あ、耐えられへんと思って、事務所戻って、横になって、一向に良くならないっけ。で、まあ上司が、あ、もう帰った方がいい。その時もすでに結構きつくて。それはそのお腹の右下らへんってこと？そうそうそう。まさかそんな石があると思わねえよ。まあそうやな。でも右下って聞いて、思い出したのは虫垂炎とか、ああいう。じゃないかなって思ったんや、場所的には。まあとりあえず家帰って、あそこ電話して、かかりつけ医に。で、まあまあ9時に来てくれた。結構早くしてくれたなって。でも9時でも、もう耐えれんくて。あ、もうほん8時と。半ぐらいに家出て。で、かかりつけ医着いたの。もう、待合室の椅子座ることすらもう無理ってなって。で、ベッドに横になして、ベッドに横になった瞬間もさらに悪化して。なんか先生が、もう、痛み止めは点滴や、みたいな。って、関西で。これ点滴やね。いや、別にそれはよ。ほんでもう手足全部しびれてきて、痛すぎて。で、その点滴が効いてやっとちょっと落ち着いたんだよ。要は、その場でちゃんと調べらないけど、とりあえず、救急車とか、かかりつけに救急車とかって。あ、なるほど。家からじゃなくて、そのかかりつけの病院から救急車。そうそう。その要は総合病院に。ってことやな。そう。でも、その痛み止めは結構効いたのか。その後結構まあまあ、ゆっくり歩けた。歩いて自分で救急車乗って。そう。ほんで、ピーポー鳴らすんかなと、めっちゃ期待するわけや。俺のために。人生初 一救切急鳴ら車。さんかった。信号も普通に一時でした。たまあそこまで緊急性はないと思ったのね。あ、だけ、なんていうの。迎えに来たときは鳴らしてピーポーピー。おーっしゃーってなって。なるほど。でも行きは、なんかゆっくり。まあ、この人は大丈夫られっていう感じだった。あ、まあまあ、痛み止めは効いたけど、あ、これ痛み以外はこれ全然大丈夫。で、そっから、まあ病院着いて、まあ検査。そう、ほんで自分の部屋に入った瞬間、救急車で運ばれた人が、めっちゃ暴れてて。で、警察来て、手錠かけられて。何やねん、俺。そうなんそなんそれ。う。いや、わからん。ドラッグとかかな、なんやろ。まあ、見た目はまあ、そんな感じ。ああ、そう思う。あ、だっけ、それで、エコーを取って、あ、なんか石っぽいのありますね。ああ、エコー検査ね。で、最初俺、腎臓って言われて、腎臓がどこにあるのよくわかお、俺もよくわんない。だろ？もう臓器だっけ？もう、なんか、この辺なんだろうな。そっと、そしたら俺、胆のうも取ってるけど、胆のうの要は横ぐらい。
そこで、そう、1日目は、だからそのまま、退院してもいいんだけど、入院した方が、まあ、なんかあった時になんか、じゃあ1日だけ入院しまそう。そっから、まあ、ベッドで横になってたら、看護師さん来て、もうちょっと動かなあかんで、って言って。動かなかいや、なんか、要は、石を出すために、階段歩いたり、病院内を歩かなあかんで。あ、そんな、そうなんや。いいと思って。寝てるだけじゃあかんねん。今？とか思って。しかも病院内で、と思って。で、速攻なんか、気合入って、病院内で、一人でスポーツ。なんかもう部活以来のあの階段登り降り何回もした。そう。して、まあ、多分、ここに、その時の動画で、その夕食のああ、出させてもら広さ。うわ。病院飯来たけど、どうせ絶望的な。まあ、これを見てもうバターと、どうせ絶望的な。絶望的 こんなんで治るか。まあ、って言っても今日何も食べてないから、これでも、これですら美味しい。あれ、なんあれ。まあまあ、3年前もほら、1ヶ月経験してああ、そうやな。て、まあまあ予想はできたけど、蓋やめてほしいわ。期待。確かにな。あ期れ、フ待リ2やな枚。い。チーズ2枚で。全然栄養取れへんやんけ、あんな。な、消す。ひどいもんやで、あれ。あれは病院の食事とは言えへんわ。日本やったらありえんと思うで。でも翌日の朝食はまあ、一番マシだった。完食食ったら。まだあれをマシ。あスープみたいなやつは？れは昼ぐらい。あれあ、お昼。もう、4口ぐらい。もういいや。今日どうせ退院するし。食あ、欲そう。だけは別に。ああ。でもその、要は、石ってことやろ？まあ、そうだな。そまあれっ多分て、出来やすい体質なのかな。出来やすいほん体質まやなの。な。前はだってその、胆石やろ、前は。胆石だろ。しかも胆石の前、ここにも石できたろ。カルシウム。へえ。硬いって言ってた。ああ。それも石なの。あ、そうなん。うん。で、その、石ころを出すにはどうしたら従来からの治療法は普通にいっぱい歩いて、たくさん、で、出しやすい感じ。だけめっちゃ水飲んでる。今、1時間1回は取る。うわー。でも実際出た？押し込んだ時。一回ぐらい。いや、そんなん出るの、多分。早くても1週間後ぐらい。ああ、そういろいろ調べてる。そんなすぐに。なんや。退院したんっていつやったっ毎け？回期待するけど。病院じゃなくて、パパ。で、つい数日前やっけ？病院出たの。木曜日になって金曜日の午後には。ああ、なるほどね。まだ4、5日前ぐらいか。いやー、それよくテレビとかでも聞くけど、相当その石ころ出すときが痛いんやろ。いや、どうなの？詰まってる時じゃん。だから、俺は多分詰まってる時、なんか尿管で詰まってる時なんかわかるんだけど。もうその時の痛み、マジ。だけど下に今、膀胱にあるんだよ。レントゲンの。ああ、そうなんや。じゃあもうそのここま膀で降り胱れから、ば、あとは流そうそうれる大だ丈夫。け。そうそう。だからここで水とか飲んで、小さくなってる。あ、小さくなるんや。溶けていくってこと？
だけ違うの。ああ、じゃあ、石ころみたいにコロコロンって落ちてくるわけではない。石を何らと思ってんの？いや、知らんねんだから。石工職人に謝れ。なんでフリーメイソン？あ、ここで今音楽を。そう、それで俺も、もうパリのフリーメイソンミュージアムとかも金曜日に行くようだったけど、全部キャンプ。そうやんな。それはもう別の日に、延期とかっていうああ、感無理。じでも。もうホテルも、返金不可って取ったし、うーわ。で、電車ももうキャンセルやつ。金返ってけへんの、全部。前回、3万ぐらい。うーわ、最悪やね。大損だ、大損。ほんまやな。で、行けたっちゃ行けたんけど、金曜日の。うなんか、さん。うん。すがになんか、なんかあったとき、なんか困そやるやん。な。そやな。だから、別にそこは無理じゃない。家にいよう。そやな。だって病院、またフランスでってなったらフランス語やし。きついっす。そんなことは。まあ言っても、でも全然、2、3時間ぐらいだけ辛かった。大変やったな。マジでなんか自分でなんかしようとするような痛みを抑えた。例えば。なんか湯たんぽでなんか温めたり。なんかもう無理。何しても無理。何今ずっと休んいでんの？今週は。仕事。や、いけるんけど、別に病院側が休みで出してくれたって。そういう診断書みたいなんで、休みを取れるわけ。あれがあったらもう、働くわけにはめっちゃええな、それ。ならない。まあ、ラッキーだぜ。で、しかもあれやろ、有給というか、お金もらえるわけやろ。給料発生するの。当たり前。めちゃくちゃええな、そういうのがええよな、やっぱ。でも、金曜日、有給取ったけど、その有給は取り消してもらったんですね。なるほどね。で、YouTube でやっぱ調べるやん。腎臓結石。こんな出てこねえ。みんなあれだ、尿路結石。そうか、尿道結石と腎臓結石はまたちゃうんね。腎臓はその尿路の上だ。なるほど。調べたっけ？詳しくない？じゃあその、方より上ってことだ。ダメ。一瞬。いやー、まあでもなんか、胆石のところ時より全然なんか、気が楽だった。胆石の方が危なかったよね。あれだって俺もう遺書書いた。死ぬかもと言われたの。だから遺書書いたぐらいに。自分が死んだらどうのこうのみたいな。そう、ラリアのオケは、まだ別で募集してくラリアやる前の話やそれ。れ。や、なんか前触れも何もなくしたっけ？まあでもね、そういうもんやんな、病気って。いや、まあでも手術とかそういうのは大丈夫やったってことね。せんでも。あ、まあまあ、大きかったら多分、でも4ミリだった。4ミリ？ 4ミリ。4 ミリでもそこそこあるよな。まあその多分やっぱり、その管、管で詰まってからなの。それが痛いとだろ。もう歴代一らは、あれは。そのさ、要は、管に詰まってるやんか。で、その痛み止め飲んで、検査して、詰まってますって言われて、で、そっから、なんか溶かすものっていうのはないの？本当に水だけなの。水を飲むしかない。あ、実際はねえらしい。これらしい。で、何？痛み止めもたまに飲んでるいや、まだ一回も、退院してから痛みっていう痛みが全然来てない。みたいな。そうなんや。じゃあ、本当にあの時だけってそうそう。だから普通、打つ。こと？
なんか、その、施したわけでもなく、とりあえず痛みは治まったん要はその、石が下に落ちたよ。高校の。や。あー、そういうことか。動いて、落としていったんや。水飲んで。いやー、俺、そういう病気ってないからな。まあでもまあまあでも、遠慮なくあれは救急車を呼ぶ。マジで無理。あれは。もう動なんけか、へん。救急車を呼ぶのにめっちゃ抵抗があった。まだ一回も呼んでなかった。初めてだった。自分で読んだっていうよりも、病院が呼んでくれたってことね。そう、だから、自分で車で病院まで行けるって言って、聞かれて、こっちって自分で行くと、あんまり扱い良くない。あ、そうなんや。緊急と言ってるのに。ああ、ちょ、お前持ってけや。感じになってて。だから、それ分かってて、救急車。ああ、そっかそっか。そっちの方が、まあ、緊急性があるかそれでもやっぱり街がら。っていう。だもう、飯は一切美味しいのはなかった。一切。あ、でも、なんていうの、食欲はあったの、普通に。だっけ、あんななんかマーガリンパンでもすげえ美味しかった。あ、腹減ってるから。腹減ってるから、とりあえず。まあ、とりあえずは、昨日、あれ、泌尿器科行って、また。ああ、その流れていってるかどうか。そう。なんか、いつも、やっぱり、尿をするたびに、やっぱり、ちょっと期待してしまう。今日こそ、ポツンと出るかみたいな、なんか。まあ、そらな。わかる。出るときはわかるんか、じゃまあ、大きさにもよると思う。あ。いやー、しんどいな。40過ぎだから、本当にガタ。俺、そういうのはないな。そういう入院して、なんか。それってさ、ドイツ語で全部説明されるわけよ。その場でこうなんか翻訳するわけ。だって医学用語やから分からん。ああ、だからその単語だけ調べた。だいたい。大変やな、その辺とかも言語のあれとかがあるからな。動向とか、こういう単語わかんない、調べる。まあ、そこだってで、パッまあ。て口で言われてもさ、綴りとか分かんの？さすがに。ああ、これだも。から、最後退院できるとき、先生の話、ボイス録音して、一番大事なところで説明されると思って、そこは録音しああ、なるほどね。お疲れさまでした。お大事になさってください。ムカつくな。俺ばっか。